はいどうも、麦茶です。今回はコアさんからの依頼でアイスキャンディー型を作りました。まあなので実際に使っていこうと思います。で今回作ったシリコン型は、まあ、こんな感じで、まあ、モデルはチンチラです。まあこんな感じです。でまあ2個一緒に作れるようになってます。ほんで簡単な依頼の流れを説明します。まずはまあ元となるイラストをもらって、それをもとに 3D モデルを作ります。まあその 3D モデルから 3D プリントして、まあこんな感じの原型を作ります。まあそれをもとに食品用のシリコンでアイスキャンディー型を作りました。まあ今回はまとまった数を依頼されたので、まあこんな感じに、まあ、必要最低限の材料になるように、まあ、肉抜きとかをしてます。ほんで今回は20個納品してます。で納品の際は、まあ、滅菌作業が終わった後に、まあ、こんな感じにジップロックで小分けしてます。それでは実際に作っていきます。用意するものはこんな感じです。でまずはこのジュースの中にグラニュー糖を入れます。ほんでラップをします。そしたら電子レンジで加熱して1回沸騰させます。ほんで型の準備をします。まあ、こんな感じにスプーンが入る穴があるんで、そこにスプーンを差し込みます。ほんでシリコン型はかなり柔らかいんで、このまま冷凍庫に入れるのは難しいです。まあ、なのでこのトレーごと冷凍庫に入れます。とジュースが温まりました。ほんでゼラチンを加えます。しっかりゼラチンが溶けたら型に入れていきます。まあこんな感じにジュースを流し終わりました。そしたら冷凍庫で凍らせていきます。こんな風にしっかり凍りました。それでは型から外していきます。まあ、シリコン型は柔らかいんで結構簡単にめくれてくれます。結構綺麗にいきました。そしたらこれをもう一回冷凍庫に入れてしっかり冷やしていきます。こんな感じに2種類完成しました。これがグレープ、こっちがパイナップルです。まあ、かなり綺麗に、まあ、チンチラのイラストが見えてると思います。まあ、この型は同時に2つ作れるんで、まあ、個数も作りやすいかなって思います。それでは実際に食べていきます。これめっちゃ可愛いんでちょっと食べるのもったいないですけど、まあ食べ物なんで食べていきます。うん、結構美味しいですね。と前回と比べて砂糖の量減らしたんで結構溶けづらくなったかなって思います。じゃあこっちも食べていきます。あー、こっちの方が美味しいですね。僕はグレープの方が好きです。まあ、このシリコン型についてはコアさんのなんだろうストアの方で購入できるんで概要欄にリンク貼っておきます。で一応これを買った人の、まあ、使用前の注意点について説明しておきます。まずこれは基本的には滅菌した後に、まあ、ジップロックに入れて発送してるんですけど、念のため使用前には食器用洗剤で洗浄して、まあ、煮沸消毒か、まあ、電子レンジで消毒してください。まあ、これを使い終わった後保管する際は水気をしっかり拭き取って、まあ、平置きしてください。適当な置き方すると歪んじゃう可能性があります。あと下積みはしないでください。まあ、この上に物を置かないでってことですね。このシリコン型はマイナス50度から200度まで使えるんですけど、この範囲外での使用はしないでください。で最後に角に引っ張る行為はやめてください。結構、まあ、伸びるんですけど、さすがにめちゃめちゃ引っ張っちゃうとちぎれちゃうんで、そこだけ気をつけてください。それでは今回の動画はこのくらいで失礼します。最後まで見てくれてありがとうございました。